こんにちは。玉宮まちづくり協議会の高森正明です。本日は玉宮通り商店街にお越しいただきまして、誠にありがとうございます。玉宮通り商店街の特色は、駅前に繊維問屋街という大きな商業集積がございます。この駅前商店街、柳瀬商店街のちょうど中間に位置し、そこで大きく発展した商店街であります。戦後、駅前繊維問屋街が発展した頃において、この玉宮通り商店街には、主に魚屋さん、そして肉屋さん、旅館が5軒もあったというのが特色でございます。全国から岐阜の繊維問屋街に仕入れに来られた皆様方が泊まれる商人宿というものが5軒ございまして、大きく発展したというのがございます。駅前玉宮の居酒屋さんは、それぞれ個性を生かした居酒屋さんがいっぱいありますので、安くて美味しい居酒屋さんばかりです。そういったところが大きな魅力であると思います。どうぞ皆様方、お越しくださいませ。玉宮の居酒屋さんは、特に女性に人気があるお店です。中でも、浅草で有名な電気ブランというお酒がございます。この電気ブランは、昭和の初期、ちょうど口に入れますとビリッとくるような感じが、例えで電気ブランというふうに言われておりまして、一口に飲めばもうこれはもう頂点で天国に行くような感じのお酒でございます。皆様どうぞ一杯お召し上がりくださいませ。それでは皆様方には最後でございますが、玉宮通り商店街からのお願いです。回遊性という特色を生かしながら、玉宮へ柳瀬から、そして長良川温泉街から皆様のお越しをお待ち申し上げております。さらには中国、東南アジア、世界からのインバウンドのお客様を対象とした美味しい料理を楽しんでいただきたいと思っています。ぜひ皆様方ご来場いただきますようお願い申し上げます。